このゲームの真骨頂いきますよ。おもんな。うまくないちょっと、ね、えよし、やばい、さっき負け越した相手に勝ってんの気持ちよすぎや。強くね。ういーす、お疲れ様です。とうとう来ましたね、わどかさん。レイジお疲れ様っす。あざす、疲れた。ちょっと待って、だいぶ覇気なくない？いやもうマジで疲れた。まあ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 、新しいゲームやってね、リフレッシュしましょう。リリーは、リリーはめっちゃ単純っすね。そのまあ貯める系のキャラ、貯めながら戦って、貯めたら相手にじゃんけんポンできるみたいなキャラっすね、リリーは。貯めるって何？貯めるって、その風を貯めないといけないんですよ、リリーは。戦ってる途中に、はいはい、でその風を貯める、まあ、コンボとかがあるんですけど、まあでもめっちゃ簡単なんで、そこら辺は。ちょっとリリー行ってみるか。リリー行くっすか。じゃあ俺もモダンにして、じゃあ入ろう。え、でもリリーは配信者いないっす、全然。あ、これ間違えた。いない、全然いないっす。ほう、そう、もうずっと、もうずっとこうやってだ。こいつは遠距離から、そう、戦えるっすね。遠距離もいけるし、まあ、近距離も風ためときゃいけるみたいなキャラっすね。これ1ゲージ貯めれん、1ゲージしか貯めれなかったりすんの？はそうっすね。風使って、まあその風が貯める難しい理由って、まあ相手がこうやって攻めてきてたらこんな触れないじゃないですか。そうだから攻められたらきついキャラっすね、風がない状態で。そうだから相手との、そう、距離を見ながら自分の得意な距離で戦うってキャラっすね、こいつは。なるほど。で前三角で対空が出るんで、相手が飛んできたら落とす。前三角。そう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 。これ。そう、めっちゃ簡単なんですよ、モダン対空。そう、相手が飛んできたらこれで落として。でも気をつけなきゃいけないのが、この対空でも風がなくなっちゃうんで気をつけてください。なるほどね。ボトクさん、ガードの仕方わかる？わかんねえ。後ろ、後ろに下がる。このゲームガードのやり方3つあって、しゃがみガード、立ちガード、パリ。立ちガードってどうやんの？立ちガードはもう後ろっす。そう、あ、後ろ入力を入れる。後ろ入力にずっと、そう、下段っていう技があるんですけど、そう、うん、下段っていう技はしゃがみガードじゃないとガードできないです。で、立ちガードしてください、今度。立ちガード中は下段が当たっちゃいます、このゲーム。ああ、なるほどね。そうそう。そう、だから、相手が飛んできたら立ちガードに変えなきゃいけないっていうのがあるっすね、格ゲーは。後ろ、後ろっすね。いきますよ。そう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 。そう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 。そう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 。なるほど。で、下段で相手が来るときはしゃがみガードじゃないと。そう。だからまあ簡単に言ったら、そう、こんぐらいの密着だったらもう全部下段でいいっす、下段ガードで。で相手の飛びを見たらちゃんと、そう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 、うまいうまいうまい、立ちガードに変えないと食らっちゃいます。はいはいはい、はい、そうそうそう、これがガードで。もう一個あって、パリーってのがあります。これ全部対応です。これ中段もいけるし、お、下段もガードできます。おい、もうこれだけでいいやん。でも弱いんすよ、それ。動けないんすよ、ボトカさん側が。だから投げ食らったら死ぬほど減ります。だし解除して、解除するとき遅いんすよね。確かに確かに。そう、持ち替えが遅いのか。でもあ、やばいやばいってなったらもう押すのも全然ありっす。そうで、パンパンパンってガードするんですけど、相手がうわ投げに来るって時にも解除する。そう、投げのモーションって見れんの？いや見えないです。もう読み合いっすね、投げは、正直。そうだから3発ぐらいパンパンってガードしたらもう解除してください、それ。そう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 、はい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 、そう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 。パリの使い方そんな感じですね。あのシステムの話になっちゃうんですけど、上のこの緑色のゲージあるじゃないですか。はい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 、これドライブゲージって言って、さっきこれ対空あるじゃないですか。 R2 押しながら前三角するとゲージを2本使って強めの技ができる、出るんですよ。あー、 OD、はい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 、OD って言うんですけど、こういうので。これの何がいいかっていうと、はい、そう、技の性能が変わるっす、ダメージとかいろいろと。あー、これ2000、そう、2320なんですよ今のが。で OD 使わないと2240になったりっていう。ああ、なるほどね。そう、これはどうやって貯めんの？あ、そう、その上のゲージは何もしなくても貯まります。ああ、なるほど、経過でも貯まる。でも、これが減っちゃう動きがあります。ガード、はいはい、通常ガード、そう、通常ガードすると減っちゃうんすよ。でも小田さん、パリ押してみてください、ね、減らないんすよパリって。しかも増えるんすよパリって、逆に、はいはいはい、これに攻撃したら増えるのか。そう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 。でもミスったらこれ食らいます。そうだからゲージがないときは、うん、まあ、相手が波動拳とか弾とか打ってきたら、まあ、パリーでガードしてもいいし、それか、あ、じゃあこの距離で波動拳ずっと打ったらこれで近づいてきたら通常に変えるのか。そうそうそう。でないときはもうこうやってガン逃げでいいです、一生距離取って、そう、溜まるまで。で、はい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 、このゲーム、はい、これガードしてくださいね。これ攻撃を一生ガードしてやられちゃうと、このバーンアウトってものになります。これ、はいはいはい、マジ終わってます、バーンアウト。終わってる。ガードしてください。ボドカさんが反撃できる猶予が少なくなったりします、このバーンアウトになると。だいつも攻撃してる攻撃が、まあ、強くなっちゃうんですよ、相手の。ああ、なるほどね。そう。プラス、弱体化が入ってる？プラス、そう、めっちゃ弱体化するんですよ。うん、プラス、パリーボタン押してみてください。
お使えないわ。そう使えなくなるんですよ、バーンアウト状態は。が弱いっす。でこのゲーム、このインパクトっていうボタンがあるんですけど、これ切れたら、そう、はいはいはい、このインパクトって技あるんですけど、じゃあ俺が押した後押してください、いきますよって言って、インパクトってそう後出しが勝ちます。なるほどね。でめちゃめちゃコンボ入れれます。この後これバーンアウトした時終わるんすよ、返せないし、ピヨルンや、そう返せないしパリーもできない、プラス当たったら混乱状態、何でも入る、超しんどい時間になるんで、バーンアウトで画面弾いたらマジしんどいっす。でも、ね、モダンだったらマジ返せるんすよね。モダンのいいところってワンボタンで超必殺技が出るんすよ。俺がインパクト打つんで押してみてください、うん、いきますよ。こういう風にモダンだったらバーンアウト中もできるんで、この超必殺技。え、じゃあ逆に自分から先行でこれを仕掛けるときってさ、どういうときなの、はいはい、相手を端に行かせてるとき、端に行かせて、そうプラスもう読み合いですね。まあリリーで言ったらさっき教えてこれあるじゃないですか、これやったっ、後ろ丸後ろ三角っすね。そうそう、でもそれ俺に今振ってみてください。こういう風にでかい技を相手が振ってるとインパクトが確定しちゃう場面とかがあるんすよ。はい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 。そうだからもし相手に、あこれも一生入れ込んでんだみたいな、入れ込みって言うんですけど、こういうのを確認せずに出すこと入れ込みって言うんですけど、もう一生やるな、あこの距離になったら絶対振るなってところでおもむろに出すと当たるんですよ。こうやってこう思い込ませるってこと。そう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 、ほら当たっちゃうんですよ。こうやって顔面端に相手にこれを出させてってこと、こういう系のパンチを。あでもいいし、中央でそういうのを振ってくる相手に対して、あーなんかうざいなってなったら、まあワンチャンかけたりで振ってもありっす。でも返されたらやばいんで、これえそうよな、そう返されたら終わりなんで、まあ相手によるっすね。一回振って全然出ねえなって思ったらバンバン振ってもいいし、あ全然返してこねえなら打っちゃおうみたいな使い方もできる、ね、そうそうそう、はいはい、まあでも今は見えたら出すぐらいの感覚でいいっすよ、インパクトは。はいはいはい、はい、まあたまに自分でも振っていいし、そうっすね。じゃあね、236、右下か、そうそう右下右下、そうこれうまい、そうそうそううまっ、はいはい、めっちゃ出る、はいはいはい、そうボタカさん、これ何がエグいかっていうと、いきますよ、うんうん、うわ、えぐいわこれ。これ、初心者2万人やめました、これで。っていう、この遠距離で相手に何もさせないってキャラっす。これ、ボトカさん、しかも見てこれ。うわ、えぐ、はそう、それで設置できるんですけど。いきますよ、ボトカさん。このゲームの真骨頂いきますよ。うん。おもんな。おもんな。あ、無理や、これケツにビビってまう。いや無理や、なんかケツのが、おいで投げとか入れるんですよ、その後。あ、ジャストパリーをした後に、そうジャストパリーをした後に投げを入れて自分のターンにするんですよ。うまくない、ちょっと、おお、うまいかもしれない。え、ちょっと待って、うますぎない、マジ。あ、だからジャストパリーだけ狙うのか。え、そうそうなんですよ。うえー、うまーい。ちなみにそう、どのキャラ使っても本田対策はこういうのになってくるんで、いやでもあれやな、1週間で大会あるってならモダンかな。まあそうっすね、なんかコンボのことも考えながら読み合いも考えてってなるとマジ絶対間に合わん気がする。まあそうっすね、1週間なんでマジでやること単純なキャラがいいっすね。いやリリーおすすめだけどな。リリーリリーマジおすすめだし、マジいないんすよね。俺ボトカさんがリリー出してきたら笑うっすけどね。いや笑うだけやんそれ。いやでも勝ったらすごい、リリー、いやでも勝ったらすごいって言われるっす、リリーは。おいリリーで勝ったぞってなるし、俺リリーかよ。しかもボトカさん強いキャラと違ってリリーっていないんで、相手が分からずに死んでいくんすよ、ダルシムと一緒。確かに、てか普通に勝てる、モダンリリーは強 い, い, いリリー教えてもらえる、教えてもらえるとか、あのもらえる、みんな使えるなんか、やることが簡単なんで別に教えられなくてもその精度だけ、そうその3つの武器だけで戦うみたいな感じです。それの精度をもうひたすら頑張ろう。リリーもうなんだそれ、風じゃこれコマンドでどうやって、お前も練習してるやんけ。ふざけんなよ。お前も練習してる。お前さっきまでなんか教えてくれたの上にダイヤとか書いてあったのに、これだけニューチャレンジャーやって。お前ガードガードガード、ガード、あいい風ため、当てに行きたい、はい、マイステ2回、はい、よいしょ、
あと1回なんか当てれば。よっしゃー。はい。いい前捨て。いい前捨て。早い成長が。いいガード。いいガード。上見よう。あ、当てる。よっしゃ。貯めてあるよ。行って前捨て2回。コパコパ。うまい。めっちゃうまい。うますぎ。よっしゃー。うまい。来た。成長した。成長した。空が。そうそうそう。風をとりあえず貯めたい。あー、なんか当たった。美味しい。ラッキーラッキー。クワガタでも死ぬ相手は。いい飛び、いい飛び。よしよしよし。めっちゃいい飛び。いや、うめえな、やっぱ。ゲームセンス20億丸。あ、それ、それインパクトじゃない。そこなんだよね。まずそこなねんな。くっそ、やめてくれ。やばい、インパクト。もうリリーでインパクトもらうのはもうしゃあないっす。うますぎ。なんでできんの、もどかさん。コパコパ昇竜教えたっけ俺。コパコパまではやったけど、その後はめっちゃ適当や。え、おい、風溜めちゃうよ。いいね、風溜まっちゃった。やりたいね。え、何やってねん。いやいやいや、おおいやいや、めっちゃいけたいけた。何や今の。え、見てから打ちました今の。えぐい。見てから打ってない。あとのドライブダッシュみたいのしようとしたらなんか出た。いやでも今のはもう狙ったって言った方がかっこいいです、ボトカさん。何が良かった今の。いや今のは相手のためが長い、あのぶん殴る技あるじゃないですか。あれを相手がためてたところに、はいはい、その打撃無敵がついてる必殺技を合わせたみたいな感じです。あー、なるほどね。最適解です今の。それ多分本番だと絶対果敢取られるんで、それ出ないようにしたいですね。え、よし。はい、もう俺もできません。インパクトに駒投げは無理です。意味がわかりません。インパクトに駒投げ出てんの意味がわかりません。今のは敵が投げてくると思って投げたらインパクトが出てた。そうそう、することなくなる。上見てる。あそこ投げ行きたい。絶対入る。そこ投げ有利。おい、おい、形になってきた。いい感じこれ今の。形になってきた。はい、マイステ。はいはい、コパコパ。はい、投げ。そこで下がる。上見よう、上見よう。あー、もう最強だ。え、てかマジうまいっすよ、ボトカさん。いい感じになってきたな。全然最初と違うもん。全然違う。考えれるようになった、余裕が。あ、1日目は詰め込みすぎずがいいな、でも。え、そうっすね。え、でもボトカさん、これ詰め込みすぎてるっす、正直。なんでできてるかわかんないっす。ガード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 ガ。投げはしゃあない。インパクトも注意。逆にね。はいはいはい、いっちゃおいっちゃお、どんどんいっちゃお、どんどんいっちゃお。必殺技狙ってもいい、相手の動きで。うますぎ。はい、おしいった、いったいったいったか、これいったか、これさすがにこれ HP が 25% 以下だと強くなるんですよ。やった。はい。はい、3連勝。やばい、さっき負け越した相手に勝ってんの気持ちよすぎや。まあでもいいキャラっすよ、リリーは。てかやっぱ他の人が使ってないってのがいいっすね。いや、そうやな、それはマジでかい。そう、マジで。かぶりがないのがいいわ。マジで見たことない。大会でこいつが出てんの見たことねえ、まだ。まあでもあと1週間あるんで、まあぼちぼちやっていきましょう。ちょっといろいろリリー調べとくっすわ。オッケー、ありがとう。ありがとうございました。いいっす、いいっす。じゃあまた。はい、お疲れっす。いつでも声かけてください。はい。強くね？マジで強くね？ちょっと待って、やばくない？やばくない？いや、俺も基礎教えろとか言ってるやついたけど、バカ基礎できてる。ちなみに、バカみたいに基礎できてる。相手のドライブダッシュ見たら投げ押すし、相手がインパクト振ってくるから一回止めるともできるし、間合いの取り方もえぐいし、対空出るし、やばい。これね、俺初めて、こんなの。今まで何人かに教えてきましたよ。